こういった吉凶混合日は過ごし方にコツがいりますので、今日を避け、いい運気だけをキャッチする。運が覚醒する金運上昇チャンネルのタラビーです。タラビー3冊の書籍、寝るだけで運が良くなるお守りの法則が発売されました。書店購入キャンペーンでは、2024年高見注目の神社都道府県別トップ3、 Amazon レビューキャンペーンでは高見秘密のナイトルーティーンをプレゼントしています。詳しくは概要欄をチェックしてみてくださいね。さて、4月3日に一粒のもみが万倍にも実る一粒万倍日がやってきます。なんですが、今回はですね、強めの強靭とも重なっているので、普段の一粒万倍日でいいとされていることが、実は軒並み機運ダウンアクションになってしまうんですね。吉日を持って過ごすと、かえって運を下げてしまう日なんです。ただ機運を上げる方法はないのかというと、そんなことはありませんので、今日となる運気を避けながら、上手に一粒万倍日の運気を生かして金アップアクションをするといい日なんです。こういった吉凶混合日は過ごし方にコツがいりますので、ちょっと暦を知っているだけで金運に差がつく上級者ポイントになります。3日はどんな過ごし方が金運を落として、どんな過ごし方が金運を高めていくのか、4月3日の運気と過ごし方についてお伝えをしていきますね。まずはじめに、龍神様の使い場を極める天社の音から始めていきましょう。それでは早速行ってみましょう。まず3日の運気から見ていきます。3日の順直は破る、物事が破れる結果になりやすい日です。この日に入る強靭は強靭の中でも最も強く、百字が強となる月破大網です。ですので、通常一粒万倍日にいいと言われているお買い物や契約ごと、新しいことのスタートなどは触りが出やすくなり、金運を落とす NG アクションになってしまうんです。月破大網の日はなるべくことを起こさずに、台風が過ぎるのを待つように静かに過ごすといい日ですので、予定などは極力入れずに、お仕事などいつものルーティンが終わったら早めにお家に帰ってのんびり過ごすといい日ですね。要注意の動画でもお伝えしたんですが、要注意は普段よりも物事に触りが出やすく、弾みがつきやすい日です。つい弾みがついて言い争いになってしまったり、弾みがついてタンスの角に小指をぶつけるなど怪我などもしやすい日になります。ただ必ず起こるというわけではありませんので、安心していただけたらなと思います。用心をすることに越したことはないんです。人と接する前に、今日は要注意だからと冷静になるとか、慎重に行動をするなどをしてトラブルを防ぐといい日になります。また電車の遅延など交通トラブルも出やすい運気になりますので、少し余裕を持って出かけたり、忘れ物をしたり、書類の漏れがないかどうかチェックするなど、うっかりも起こりやすい運気になりますので、事前に確認するようにチェックすることも悪い運気を防ぐコツとなります。あまり予定を入れない方がいいんですが、すでに大事な予定が入ってしまっているという場合は、前日のうちに不運を呼ぶ原因となる邪気を落として、不運よけとなるアラジンをお風呂に入れて入浴し、体を浄化しておくこともおすすめです。結界を張って不運が入る隙をなくすんですね。また当日の朝、出かける時にアラジオを一口口に含んで出かけることも、体の内側から清められて不運よけにもなります。アラジオを持ち歩くこともお守りになっていいですよ。悪い運気が少しでも近寄らないようにしたいという場合は、お部屋の四隅に森石を置くこともいいですよ。東西南北と四神の位置に森石を置くと四神守りができますので、とてもいいです。四神は東の青龍、南の朱雀、西の白虎、北の玄武と、それぞれの方位を随従が守っていて、その4方位に森石を置くことで随従のパワーが増してお力を借りることができます。お家に結界を張り守ることに加えて、青龍の富、朱雀の美と知性、玄武の長寿健康、白虎の金運魔除け、これらの運気がアップするんですね。運の福袋みたいなお守りですね。
要注意の運気をガードしながら諸々の運を上げていく指針守りもおすすめのアクションです。ここまでは要注意対策の話でしたが、ここから先は4月3日の金運アクションについてお伝えしますね。一粒万倍日になりますので、金運が万倍にできる拡大の運気です。せっかくアクションをやるなら大きくなる可能性がある日にやりたいですので、この日、金運を万倍にするアクションは、一つ目は長いものを身につけるです。この日は長いものがラッキーアイテムなんです。竜や白蛇などの金運を高めてくれる眷属の力を借りるアクションとなります。また、長いものはご縁を結ぶ、縁結びも意味しますから、3日にやることで金運とのご縁を結ぶアクションとなります。3日に金運を高めるカラーはピンク、ブルー、イエローなどのパステル系のカラーや赤などの金運カラーになります。春になってきましたし、ストールやスカーフなどの楽しむのもいいですね。おしゃれにマチコ巻きを決めるのもいいかもしれませんね。ちょっとわかりにかったらすいません。ツイリーなのでバッグに巻いたりするのもいいですね。男性ですとベルトもいいです。オズワルドみたいにサスペンダーも長くていいですよね。このおちゃんの場合は長いグミとか長いチョコとかスーパービッグチョコなんかもいいかもしれません。思い思いの長いものを楽しむといい日です。ちょっとした遊び心を入れることで波動も高くなりますので、要注意も吉日になっていきます。二つ目は4という数字を使うです。3日は4がラッキーナンバーとなります。指針守りもそうですが、思想術という気配りが運気アップにつながる吉人も入る日なんです。また、エンジェルナンバーでは4は天さんの数字、つまり天さんからのご加護を意味する数字となります。要注意で心細くなる日でもありますから、天さんから守られてると思うと安心しますよね。お財布に4万円入れて出かけるとか、4000円をチャージするとか、小銭を400円にして出かけるなど、4にちなんだ数字にして過ごすことで、金運が万倍になる日になります。ロッカーなどを選ぶときは、4がついている数字にするといいですね。40円をお賽銭にして参拝に行くのもいいですね。3つ目は、根菜を食べるです。3日は、地にエネルギーがある日なので、大地で育つ根菜がラッキーフードになります。根菜を食べるのもいい日なんです。本命幼稚日と吉日が重なる一粒万倍日ですので、今日を避け、いい運気だけをキャッチする。そんな日に、ぜひ、してみてくださいね。今日の動画になったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。また、タカミが全国を旅して出会った最強の浄化アイテム、白い恵みが発売されました。詳しくは概要欄でチェックしてみてくださいね。最後に、邪気を払い波動を上げる鈴の音でお別れしましょう。それではいつも動画でお会いしましょう。